こんばんは。今日は初めてリースを書きたいと思います。まずセロテープの円を書きました。あまり乱ってもいけないので点線にしてみました。この点線を目安にして書いていきますね。それではまずポイントとなる白い花を書いていきます。はじめは白いんですが、後で色を足すので、そこから多分黄色に仕上がると思います。まずはじめは白い花です。少し見にくいかもしれませんね。ここに3つの白い花を描きました。そして対照的に上にも白い花を、上は2つにします。白い花ができました。そこへ黄色で花芯を描きますね。この花芯で白い花がちょっと黄色に染まると思うんです。上の白い花にも同じように黄色の花芯を入れますね。次は葉っぱを描きます。今日の葉っぱは結構べったりめで描いていきますね。この中心、丸い線を挟んで、交互に書いていきます。そうするとあまりぶれませんね。
半周できました。そしてまた同じように半周きました。そして今度は細い筆を使って手がなかなか乾いていないのでどこから書こうか悩みますね。ではここから細い筆を使うと曲線は書きやすいです。こちらも同じように書いていきます。で中央の花の近くにも葉っぱを入れたいと思います。
ね。かわいい。身を変えて、来ます。最後にちょっとお花にも化粧して。リースの出来上がりです。